どうも、侍翔です。なんか学生時代によくあったことで、なんかこれだけは納得いかんなってことがあるんですけど、あの授業中に突然めちゃくちゃお腹痛くなって、あかん、もう漏れそうってなった時に、先生トイレって言ったら、先生が、先生はトイレじゃありませんっていう、あれあれなんなん。ということで、今回やっていく企画は、僕と一緒に学生たちの面白動画を見てなんか青春を感じちゃおうのコーナー第4弾になります。この動画がいいなって方は高評価よろしくお願いします。学生のみんなは強制的に押してください。はい、それでは早速本編見ていきましょう。これだ。1,2,3。おいおい世紀末学校やんけ、ここな。なんで廊下にチャリ乗ってるやつおんの。あかん、もうめっちゃ声出るわ。いやでもさすがにこれ学校に許可取ってるやろ。これ多分文化祭の準備かなんかやろ。先生怒って出てきた。ちゃんと世紀末学校やん。生徒指導の先生へのプレゼント。生徒指導の先生って言ったらちょっと怖い先生のイメージあるよね。ん、何やこれ。おい、エッチな本渡すな、生徒指導の先生に。なんでこんな本くれるんや。先生ちょっとまんざらでもなさそうやな。先生愛されてんな。軽授業始まってるよ。おい、軽授業始まっとるぞ。軽授業始まってるよ。何やお前そのポーズ。あ、先生来た。あ、キックパンチすな。消灯時間過ぎて部屋移動してた3人、ハッシュタグ壁と廊下。これは修学旅行の宿での動画やね。うん、壁と廊下ってなんなん。めちゃくちゃ気になるそのワード。いい覚えたての中学2年生でそれ。やばいやばいやばい、先生来た。怖っ。うわ、いい加減にしろ。うわ、怖い先生や。いや、距離近い。自由行動なしだな。あー、壁と同化してるわ。壁と同化してる。なんでこの距離でバレへんの。頭髪検査引っかかりたくなくて素人に任せた人の最後。あー、なんかあれか、もみあげの2ブロックを隠すために黒髪スプレーをかけるんかな。いや、これ頭皮にかけるやつ初めて見たけどな。あ、いけた。なんか笑ってる。な、どうしたどうしたどうした。これ失敗してんな、これ。もみあげの濃さゴルゴ13やん。おー、すごいよ。指揮者の表現力完璧すぎるよ。おー、ないないない、どうしたどうしたどうした。座ってん、チームワーク完璧。もうこれは優勝やん。歌ってるところに乱入してみた。これは学園祭ですね。あー、いいね、バンドマン。あ、こいつが乱入するんか。乱入失敗しとるやんけ。これは野球部が二人羽織をしてどん兵衛を食べようとしてますね。おー、いいぞいいぞ。そうそうそう、麺をすくって。失明。大好きな後輩に誕生日プレゼント。あ、いいっすね。お、これはなんかスニーカーやない。え、めっちゃいいやん。スニーカーとか嬉しいやろね。うわ、この子は後輩かな。うわ、なんかいい先輩やな。喜んでるわ。開けてみて。え、どんなシューズなんやろ。なんやろ、水やった。なんやこれ。ゴミ先輩やん。受験受かりますように。あー、これは再選に千円札を入れようとしてるんかな。いやでも再選に千円ってなかなかの額やけど、まあ受験祈願のためやもんな。え、バカだって。あんま神様の前でそういうこと言うな。あ、入れたね。隣の人はちゃんと入れてる。もう財布の中ごと入れてる。もう躊躇なく入れてるわ、あいつ以外。え、バカだってって言った人だけ受験落ちました。お前落ちたんかい。え、バカだって。